グロスター・エディンバラ公爵夫人、メアリー王女は、イギリス王ジョージ3世とその王妃シャーロットの間の、第11子、四女。いとこのグロスター・エディンバラ公、ウィリアム・フレデリックに嫁いだ。メアリーは娘たちを、手元から話したがらない両親のそばで、姉妹たちと一緒に生活を送った。メアリーは、ジョージ3世の6人の娘たちの中で最も、 美しい王女で、1796年頃には、ロンドンに亡命中のオランダ総督、オラニエコー・ウィレム5世の末息子フレデリックと恋仲になった。しかし、ジョージ3世は娘たちは、年齢順に結婚すべしと決めており、二人の結婚を許さなかった。1799年に、フレデリックが従軍中に先病死すると、メアリーは公にもに服することを許可された。 1816年7月22日、メアリーはいとこのクロスター・エーディンバラ公、ウィリアム・フレデリックとバッキンガム宮殿の礼拝堂で結婚した。メアリーの長兄である、摂政宮、ジョージ王子はこの結婚に際し、ウィリアム・フレデリックの継承を単なるハイネスからロイヤル・ハイネスに昇格させている。これは妻と夫の身分を対等にするための措置であった。 グロスター公爵夫妻はバグショットパークで暮らし、メアリーは夫の死後はリッチモンドパークのホワイトローチに移った。公爵夫妻には子供がなかった。メアリーは名のビクトリア女王には慕われていたという。また、長兄のジョージ四世と非常に仲が良く、ジョージ四世と一緒になって彼の妻キャロライオブブランズウィックを激しく嫌った。 メアリーはジョージ3世の15人の子供たちの中で最も長生きし、そして最も後まで生きていた。ありがとうございます。